わざわざ騒音のない部屋を選んでくれたのね。じゃあ、指揮官。話は何やはり、そういうことなのか。私と、触覚や聴覚の世界について話し合える人を、断るはずがない。それじゃ、 これからも一緒にこの世界での体験を続けよう。ありがとう。